こんにちは、南雲圭天です。今日も昨日のブログの YouTube 版を撮っていきたいと思います。昨日はですね、ロレックスのオーバーホールなら任せてということで書かせていただきました。当店はオーバーホールと言っても普通に、まあ、分解して洗って、組み立てて調整して、仕上げして、あ、まあ、仕上げは分解した後やるんですけど、して終わりっていうことではなくて、分解した徹底的に洗います。徹底的です。すごく綺麗にします。機械でガーッと洗うだけじゃなくて、ケースなんかはまず手洗いしてからそういうふうにやったりして、なるべくもう本当に舐めて平気ぐらいまで、平気ぐらいというか当たり前ですね、そのぐらいやって当たり前だと僕は思ってるんですね。で、綺麗にして、でそこから組み立て、新しい油がくれて組み立てしてっていうふうに、やっぱりね、綺麗じゃないと摩耗してる、摩耗してるとか何かおかしいとかっていうのはわからないし、せっかく出来上がったものが実は少し汚れが残ってるだけで、あっという間に新しい油もダメになって、早く遅れが出てしまったりとか、そういうことになってしまうので、南雲圭天では修理の際は徹底的に綺麗にしてからやるっていうことをメインにしてます。そういう考えのお持ちの方はぜひ僕のところに、オーバーホール送ってください。よろしくお願いします。